その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。あれから2年、シガンシナクを出た3人は第104期の訓練兵となり、教官に鍛えられる毎日を送っていた。どうした？第104期訓練兵団、ここには役立たずしかいないのか？立体機動装置を扱えない奴はおとりにも使えん。他の連中も聞いておけ。今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜。そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやっているのだ。餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい。次、用意はいいか？この装置を使いこなせるようになれば巨人どもなんて敵じゃない。俺は強くなる。巨人を一匹残らず駆逐してやる。疲れた。もっと体力つけなきゃ。エレン、立体軌道のコツはつかめたか？いや、対人格闘術ならライナーに負けねえけどな。お前だって兄に投げ飛ばされてただろ。なんならまた投げ飛ばしてあげるよ。兄はいつもクールだな。対人格闘術なんて点数にならねえんだ。どうだっていいさ。ああ。じゃあそんなに点数が大事かよ。当たり前だろ。憲兵団に志願できるのは成績上位10人だけなんだ。俺たちは真面目に訓練をやり抜いて内地で快適に暮らすんだよ。なあ？あ、いや、僕は何のための訓練だと思ってんだ、クズが。なんだと？二人とも落ち着きなよ。巨人から遠ざかることしか考えてねえ兵士なんている意味ねえだろ。俺は現実を見てるだけだ。お前みてえな死に急ぎ野郎とは違うんだよ。エレン、やめて。おい、ちゃん。お前の志望は調査兵団だったな。ああ、俺は調査兵団に入ってこの世から巨人を駆逐する。その後も第104期訓練兵たちは厳しい訓練を耐え抜き、卒業の日が近づいていった。
母さん！全員助ける賭けに出るか。俺は俺は何やってんだよ。母さんがまだエレン、ミカさん、生き延びるのよ。行かないで。マリアが突破された。どうしてこんな目に。あいつらこの世から駆逐してやる。一匹残らず。あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。壁に穴が開いちまったんだ。これ以上ここに留まるのは無意味だ。いや、まだもう一匹いる。何だ。目標
壁外正面超大型巨人。マジかよ、これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めれば。5年ぶりだな。こいつさらに壁を壊す気だ。巨人が消えた。デレン、お前が倒しちまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ、俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。なあアルミ、こりゃいい機会だと思わねえか。調査兵団に入団する前によ、この初陣で活躍しとけば俺たちは新兵にしてスピード昇格間違いなしだ。ああ間違いない。言っとくけど、今期の調査兵団志願者はいっぱいいるんだからね。誰が巨人を多く狩れるか勝負だ。数をちょろまかすなよ。34班前進、前衛の支援につけ。よし行くぞ。おう、前衛部隊は総崩れじゃねえか。決して楽観視していたわけじゃなかったが、これはあまりにも。飛行士だ。何しやがる。待ってやがれ、よくも倒らすわ。やめて、やめてください。なんで僕は仲間が食われている光景を眺めているんだ。どうして僕の体は動かないんだ。Yeah! Yeah!
死ねるか。アルミ、お前が教えてくれたから、俺は外の世界へ。やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。早く動けるんだ。気を。いつもみたいな冷静じゃない。このままじゃいずれ。この世界は残酷だ。そしてとても美しい。
いい人生だった。戦え！ごめんなさいエレン、私はもう諦めない。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。うわを殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。あの巨人の謎を解明できれば、この絶望的な現状を打破するきっかけになるかもしれない。同感だ。そんなこと。例えばあの巨人が味方になる可能性があるとしたらどう？どんな大砲よりも強力な武器になると思わない？味方だと？本気で言ってんのか？さすがに力尽きたみてえだな。悪く思うな。
僕が勝手に思い込んでただけだ。自分は無力で、はしてまといだと。必ず説得してみせる。二人は極力、抵抗の意思がないことを示してくれ。私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります。敵でないというなら証拠を出せ。証拠は必要ありません。我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです。大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです。周囲の巨人が彼に群がっていく姿も。巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました。この事実だけは動きません。迎撃態勢を取れ。奴らの巧妙な罠に惑わされるな。エレン、リカサ、私はトーニー、人類復興のためなら心臓を捧げると誓った兵士。その信念に従った末に命が果てるのなら本望。彼の持つ巨人の力と残存する兵力が組み合わされば、この町の奪還も不可能ではありません。人類の栄光を願い、これから死にゆく全て者の間に彼の戦術勝ちを解きます。うっ、予算か。相変わらず図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ピクシス司令、お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするの。注目！これよりトロストク奪還作戦について説明する。まずエレン・イエーガー訓練兵を紹介しよう。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。巨人と化した彼は全門付近にある例の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び穴を塞ぐ。その間、彼を他の巨人から守ることが諸君らの任務である。嘘だ、人間兵器なんて嘘に決まってる。ここで死ねってのか。俺は降りるぞ。俺も反逆者ども、今この場で叩き切る。わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除する。巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、愛する者に味わわせたい者もここから去るがいい。それだけはダメだ。家族だけは。もしウォールローゼが破られれば、もはや人類は生き延びられん。我々はこれより奥の壁で死んではならん。どうかここで死んでくれ。もうすぐ岩までの祭壇ルートだ。今見える限りでは巨人はいない。
行くぞ。人間の比率で考えればあの岩を持ち上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン、失敗だ。分かってたよ、秘密兵器なんか存在しないって。失敗したのか。どうして。おい、アルミン、後頭部から同じにかけて縦1メートル横10センチ。大丈夫、真ん中さえ避ければ死にはしない。ただほんのちょっと痛いだけだ。アルミ、いつか外の世界を探検するんだろう。エレン、答えてくれ。壁から一歩出ればそこは地獄の世界なのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの。どうしてだって、そんなの決まってんだろう。俺がこの世に生まれたからだ。
みんな死んだ甲斐があったな。人類が今日初めて巨人に勝ったよ。超大型巨人によってトロスト区の壁が破壊される数時間前、精鋭からなる調査兵団は壁外調査に出発しようとしていた。来たぞ、調査兵団の主力部隊だ。エルヴィン団長、巨人の門を蹴散らしてください。見ろ、リヴァイ兵士長だ。一人でイッコレ団並みの戦力があるってよ。ち、うるせえな。みんなの羨望の眼差しもあなたの潔癖すぎる性格を知れば幻滅するだろうね。調査兵団による壁外調査の主な目的は、5年前に陥落したウォールマリア奪還のための布石を打つことにある。廃墟と化した町や村に兵站拠点を設置し、壁を破壊されたシガンシナ区に大部隊を送るための進軍ルートを確保すること。この重要な任務を託される調査兵団は人類の英知の結晶である。今に見てろよ、最後に生き残るのは人類だ。お前らなんかきっとリヴァイ兵長が。まだ何体かいるようだ。兵長、増援を集めてきました。ペトラ、お前は下の兵士を解放しろ。残りの全員で巨人を片付ける。兵長、血が止まりません。兵長、俺は人類の役に立てたでしょうか。お前は十分に活躍した。そしてこれからもだ。お前の残した意志が俺に力を与える。約束しよう、俺は必ず巨人を絶滅させる。兵長、彼はもう。最後まで聞いたのか、こいつは。ええ、きっと聞こえてましたよ。だって安心したように眠っている。ならいい。リヴァイ、退却だ。巨
巨人が町を目指して一斉に北上し始めた。壁が破壊されたかもしれない。急いで中へ。ちっ、何が起こってやがる。一体向かってきます。面白い面しやがって。ガキども、これはどういう状況だ。巨人化したエレンが壁の穴を塞ぐことに成功した後、壁外調査より急遽引き返してきた調査兵団と駐屯兵団工兵部の活躍により、ウォールローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。持ってる人が戦わなくてどうするんですか。生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ。この腰抜けどもめ、いいから黙って全部俺に投資しろ。構えろ。はっ、うん、これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと思う。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいし、こいつは巨人化した時力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれん。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。外、ご提案があります。なんだ。
エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこでエレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。ほう、できるのかリヴァイ。殺すことに関しては間違いなく、問題はむしろその中間がないことにある。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断いただきたい。結論は出た。エレン・イェガーは調査兵団に託す。いよいよだ。これより人類はまた一歩前進する。お前たちの成果を見せてくれ。開門。第57回壁外調査を開始する。進め。あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね。はぁ、あ、壁外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよエレン。これから俺たちは団長考案の小距離索敵陣形を取る。分かってると思うが、前方の兵が索敵伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし行動が予想できない機甲種に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すなよ。長距離索敵陣形展開。じゃあなアルミ。巨人と出くわしてもちびんなよ。うん、二人もね。おい、立てるか。とにかく馬に乗れ。奴は機甲士か。違う、あいつは巨人の体をまとった人間だ。女型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせず
そのまま巨大種の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所じゃ巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピーわめくな。もうそんなことできるわけねえだろ。お前ら剣を抜け。それが姿を現すとしたら一瞬だ。背後より増援。走れ。俺たちはこのまま馬で駆ける。遅い。さっさと決めろ。進みます。目標加速します。走れ。このまま逃げ切る。兵長、進め。俺とは一旦別行動だ。適切な距離であの巨人からエレンを隠せ。いいな。まさかあの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。舐めてんじゃねえぞバーカ。分かったか。はい。てめえ、びっくりしたじゃねえか。エルヴィン、匂うぞ。方角は全方位から多数、同時に。なんだこいつら、一斉に森の中に。おい、てめえ、さっき何かしやがったな。女型の巨人を狙っているのか。全方位から巨人出現。戦闘開始。女型の巨人を死守せよ。再展開。カラネスクに帰還せよ。やられたよ。なんて面だ。てめえ、そりゃ敵には全てを捨て去る覚悟があったということだ。まさか自分ごと巨人に食わせて情報を抹消するとは。
リヴァイ兵長。いや、違う。誰だ。グンタさん。止まるな。進め。エレンを守れ。メラタの中身が、それとも複数いるのか。いつでもかかってこい。差し違えてでも倒す。やはりか。来るぞ。メガタの巨人だ。殺す。ここで惨めに死ね。クソ女型に報いよ。すげえ、あの女型が一方的にとどめだ。俺が選択を間違えたから、みんな死んだ。こいつを、こいつを殺す。エレン！
多分無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろう。エレン、メガタ逃した。なんでみんな一体作戦は失敗した。今は休んで。もうじき壁に着くから。早朝から出てったと思ったらもう帰ってきたのか。たく、こいつら何しに行ったんだよ。エレン、耐えて。兵長殿、娘が世話になってます。娘に見つかる前に話していることが。娘が手紙をよこしましてね。父親としてはですな、あいつもまだ若いし。エルヴィン団長、今回の遠征で犠牲に見合う収穫はあったんですか。死んだ兵士に悔いはないとお考えですか。今回の壁外遠征にかかった費用と損害による痛手は調査兵団の支持母体を失墜させるに十分であった。エルヴィンを含む責任者が王都に召集されると同時にエレンの引き渡しが決まった。もういい、これ以上聞いてられない。シモ、もう一度ズタズタに削いでやる。女型の巨人。アルミ、私があんたのいい人でよかったね。ひとまずあんたは賭けに勝った。でも私が賭けたのはここからだから。いつかお前に頼むって言ったはずだよな。何も捨てることができない人には何も変えることはできない。そうだ、思い出せ。あいつが仲間を何人も殺したんだ。駆逐してやる。
いや、殺す。仕方ないだ。世界は残酷なんだから。壁を乗り越える気か。行かせない。兄、落ちて。無駄だ。ワイヤーでネットを作れ。これを縛って地下に運ぶ。作戦成功とは言えねえな。いや、我々調査兵団の首はつながった。おそらく首の皮一枚で。だといいがな。今度は我々が進撃する番だ。お前ら無事だったか。はい、なんとか。何？あれ？まずいよ、17メートル以上はある。巨人っていうか獣じゃねえか。あれか、王国にあった貴公子か。見て、こっちへ向かってくるよ。
ガキども、ぼさっとすんな。巨人どもをただ眺めるのが、お前らの仕事か。この世界を地獄に変えたのは、あいつらだ。駆逐してやる！まだ中身がその辺にいるはずだ。巨人の体をまとっていた野郎が。よせ。兵長、なんで。トロストクで奴が消えた時と同じだ。中にいた奴は用意していた立体起動装置でもう遠くへ逃げているよ。卑怯者が。汚ねえぞ。エレン、あと一歩で。お前のやるべきことはその時々の感情に身を任せることか。足りねえ頭でよく考えろ。お前がこれからできることをな。本部へ戻るぞ。Thank you.
兄から情報は得られなかったものの、調査兵団とエレンの王と召喚は凍結された。しかし人類が自分たちが何に囚われているのかを知るにはまだ時間と犠牲が必要だった。